かつて天空には栄光の王国があった。国王は王位継承者第一位に暗黒の国へと行き、創世の真珠を探すよう命じた。こうしてかの者は真珠を探す旅に出た。しかし彼女は騙され、自身の高貴さを忘れてしまう。そして自らを暗黒の国の王女だと思い込むようになった。でも心配はいらない。なぜなら王位継承者第2位の者が旅に出たからだ。これは君の長い旅の気候であり、君たちの真珠の歌である。
Thank you.
Hup! Tuh!
出してよ。
Oh!
Thank you.
少し休もう。あと少し。この海は
仕事の手配が終わったよ。Thank you.
Thank you.
万国商会です。万国商会、クリスを探すんだったよな。